地面抜け 1.4% のコース。なるほど、地面から離れたらダメか。ちょっと待ってよ、これいけんのこれ。ちょっと待って、いける未来が見えない。なんかこんなことか。マジでいける未来が見えない。うわー、でもこんなことか。うわー、おー、あー、うわー、惜しいね。わかった、こう、こっちだ。上から落ちながら行くんじゃない。そもそもジャンプを低くして、低い頂点でこう行くんだよ、多分。高くジャンプして落ちながら来るんじゃなくて、そもそもちょいジャンプしてそれを来るのに保つ。こういうこと、こういうことなんだよ、多分。よっしゃよっしゃよっしゃ、来た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 、やーった、20分かかったこれだけで。なるほどね、大きくジャンプして加工しながらどうしても落ちちゃうんだ。なるほどなるほど、やーった、クリアできた。さあ、というわけで本日はマリオメーカー2人気ランキング、とても難しい第1位のコースやってまいりましょう。なんて書いてるかわかんない、プラットフォーマーなんとかですね、 2.09%、 まあ 2% 超えてるんでサクッとクリアしていきたいところ、やってまいりましょう。さあ、というわけでファーストテイクは思いっきり右に飛ぶ感じだな。はいはいはい、最初は調整いらないぐらい思いっきり右だね。で、ここね、オッケー、あー、これ届かんねー。ここは調整のちょの字もないぐらいフルジャンプして、ここは大きく、ここも、で、トーン、トーンで、ここも多分大きくジャンプしないと届かなくて、重く切り替えてて、ここは一回止まる余裕がいるっていう。で、右に出して踏んで、大きく、来た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 。うわ、見えない亀踏む、難かったな。さあ、というわけで、これ、中間やってまいりました。ここもフルジャンプかな。いや、ここはちょっと余裕を持って、あー、そういうことね、頭ぶつけて右ね。さあ、グリボーを踏んで、メット踏んで、ここで踏めると。で、はいはい、チョロップ、おっとっとっと、メガクッパ踏んで、ここも大きくジャンプして、ここはちょっともうフルジャンとショージャンの加減がむずいね。さあ、ここは一回調整を入れる余裕が必要だと。でかい、おっ、ちょっと待って、それは待機なんだ。こういうコースでの急な待機は対応できんよね。さあ、で、何で死んだっけ、この、ここ、ここ、ここ、オッケー、オッケー、オッケー。一回止まる必要がある。で、どこまで右行く？この辺で飛んじゃおうじゃ。で、あー、届いた、届いた、やったー。やーった、これで第二中間がいただけるとすごく、グージージー、やったー、クリア、やった。よいしょー。いや、いきなり止まれって言われても、なかなか止まれねえよな、やっぱり。よし、クリア、行きました。3時間かけてやっと完成したコース、スピードラン。スピランピーランスターラン最後発散 0.8%、 結構難しそうだけど、ちょっとやってみましょう。 3時間かけてやっと完成。コース制作時間3時間ってそんなかかってなくねって気するけど、そんなことないんかな、ちょっとわかんないわ相場が。はい、1段2段3段ジャンプからのくるんくるんで、はい、これはオンオフは関係、あ、こっちから変えればいいんだ、なるほど。で、何、こういってこうか、オッケーオッケー。まあ今のところそ、ああ、音符か。音ちくわで、こう下に行って。まあ今のところは割とスムーズに来てる感じはしますけれどもね。どうでしょうか。ちょっと待って。これなんかダメだね、これ。ちょっと待って。なんか違うな。さあさあさあ、やってまいりましょうかというところで、メット被ったりとかしたいね。できればね。で、こう行ってこうだね。で、これはか、ちょっと待って。ちょっと、ちくわ当たって、さっき何で死んだっけな、この先、この先だったらこれな、ちょっと待って。あー、ちょっと、しっかりバネに当たった方がいいと思うんだよな、これ。まあ、でもこれでいいんか。最終は、最終別に行ければいいからね。さあ、かべって。さあ、というわけで、しっかり、一通ってなんか壁じゃん出にくいよね、ちょっとね。なんか、はいはい、距離がどんどん空いてくる感じだけど、まあ、オッケーオッケー、ここは突破して。あー、ピーランか。あ、ピーランって書いてあったな、そういえば。あ、これ全然間に合ってるとこ。いや、意外といけるか？ギリギリだね。スターランが始まるじゃん。あ、始まったね。ピーラン、スターランって書いてあったもんな、コース説明欄に。ちょっと待って。あ、時間がねえ、これ。あ、これ時間ねえな。あ、全然だわ。うわ、マジか。ね、さっき、あっこまで行った時って、ちょっとね、ヒップドロップ一回ミスってて、ヒップドロップでブロック壊すところ。左側だけしか開けれてないっていうミスがあってさ、それでちょっとロスってたけど、今回そんなクソミスはしてないんで、ちょっと待って、ぐだってんな。もうちょっとスムーズにこういけるはずなんだけどな、あの辺とかも。ここ、もうちょっとっと、なんで壁じゃんが出てんだ、ちょっと待って。いや、でもそれでも結構時間ないな、2秒。最後なんだっけ、はい、土管？
あ、ワンチャンこれ5、あーちょっと待って、1秒、0秒、ちょっと待ってくれ、もうちょっとじゃんか、もう結構時間きついな、これ。さあさあ、ぼしぼしちょっとね時間との戦いだな、このコースは。どころ吸ってんだろうな、さっきから。この辺もまあ普通か。このちくわのところうまくこう綺麗に降り、あーちょっと待って、一回右に行こうとしたのが戸惑ったな。ここはこう行ってて、ここは別にこうでよくて、ちょっとでもヒップしちゃってるから遅いんかな。まあまあこの辺はでもまあこんなもんちゃこんなもんな気もするんだけどね。はい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 、トントン、はい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 、オッケーで、ピーランすぐ反応して反応して、はい、ここはこう踏む、スムーズに、ここもな、スムーズにいったらな、もうちょっとうまくいけるんだけど、ちょっと微妙なこのね。さあ、まあでもさっき、あ、ちょっとここでいつもな、なんかな、間違って壁ジャンしたってんだけど、3秒あればまあいけるか全然ちょっともう沼りまくってるけどね。さあ残り3秒でスターを取って、3、2、1でゴール、やってまいりましたいやー、この微妙な感じベストタイム狙えるわけでもない、ぬるっとクリアするね無理りり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 いや、ワンチャン月、あれ、あ、こうなるんだ、この世界って。一回消してみよう。ねえ、そしたらこういける。いや、もう中間かい。じゃあ別に消す必要もなかったな。というわけで、裏面に行って、今度は太陽ね。で、ちょっと待って。ん？なんか勝手に鍵が。カメックが持ってたんだ。ガボンが倒してくれたな。仲持ちだ。さあ、というわけで、ブンブン、3体はちょっと多いね。なんかないんかな。え、なんかあったから、なんかあったから死んだわ。で、なんかここになんかあったよね、3番目。あ、オッケーオッケー、やった。でかいでかいでかい。よーし、ブンブン倒した。一回食らっちゃったけど、まあこれででっかい、羽根付きブンブンだけ倒せば、あー、こういうことか、ボスラッシュか。あ、でもきついな。これ多分、ここもな、どっかに隠しがあるんだとは思うんだけど、あー、これきついね。これ、ちょっと待って。さあ、というわけで、ここ、ボスラッシュ来ました。ちょっと、とりあえず、右側に行ってみたいんだよね。なんかあるんじゃないか。ちょっと待って、食らいそう、食らいそう。ちょっと待って、ファイヤーがあったね。ファイヤーもらおう。このファイヤーの場所を覚えとくんが大事。うわー、いきなり食らっちゃったな。つら、あー、ダメだ。ちょっと、あのね、クラウン欲しいんだよ、とりあえず、ちょっと。クラウンに乗ったら、いろ、あー、てか、ジュニアさえ倒したら OK か、これ、もしかして。さあ、というわけで、ここは多分、全員倒す必要ないんじゃないかなっていう気は、ちょっと待ってよ。待って、ジュニアを倒す。まあいいや、ちょっとファイヤー取ろう。で、これ一回踏んで、しっかりここにいて、もう一回踏んで、オッケーオッケー。いいよ、はめてるよ、はめてるよ、オッケー。で、これで、ちょっと待って、ちょっと。で、これで鍵もらえるから、もうこれでいいんじゃないかなって思うんだけど、あいつらも倒す必要あんのかな。ねえ、なさそうだよね、この感じだと。ちょっと、あー、きついな。ここもな、どっかには絶対隠しあるんだよ、これ。その前、あー、もうジュニアを倒したかったのに。さあ一応ここまで来たよ。クッパジュニアをとにかくすぐ倒したい。厄介にならない前に。あー、ちょっとここのクッパファイヤーがだるいな。あ、ちょっと待って、一発食らったな。まあでもとりあえずクラウンもらえたらなんとかなる説は結構あるんよな。幅もあるし、割とこのコース。しかもこれ倒す必要あんのかな。でも多分な、その部屋のボスがさっきから影持ってんだよ、これ。ちょっと待って、これきつい、これきついよ。オッケー、耐えた。倒して、で、どっかに鍵があんだよな、絶対。オッケー、来た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 。さあ、これで、この部屋も何もいない？何もおらんな。ちょっと待って、一回隠し探さして。いや、この部屋は隠しないんかい。これ、クラウン乗ってかん方がいいよな。ここ、鍵ドア。でもクッパ以上のボスおらんからクリアなんじゃないかって思うんだけど、怖えな。なんだこの部屋、なんだこの空間、怖いな。あー、やった、ゴールだー。やった、クリアできました。いや、なかなかに厄介なコースでしたけど、あー、なんとかクリアできたわ。やったね、おいっしゃー。